どうもこんにちは、吉田さん。山本太郎さんはしつこいという言い方もできますけども、粘り強いんでしょうね、きっとね。この粘り強さってのがどんな時にも非常に大事なんだと思います。山本太郎さんが最初に国会で採決に参加したのって2013年だったと思うんですよ。その時は特定秘密保護法案って言って、どう考えてもこれは人権を無視したとんでもない法律だなっていうのを目の前にして、こんなもんが通るわけないと思ったんですけども、国会議員700人ちょっといますんでね、採決に向かうような形になったみたいなんですよ。その時に山本太郎さんがね、国会議員として国民の生命財産を守らないといけないのに、結局守れないじゃないか、俺一人じゃ、みたいな感じで、その後採決場を去った後に一人で隅っこでね、トイレかなんかで泣いとったらしいんですよ。で、それ以来できることは何でもやろうと、どうせ負けるからっていうんで手を加えてね、指を加えて待ってるんじゃなくて、牛歩でも何でもやったるでみたいな気持ちになったらしいんですよ。その頃から2013年10年経って未だに粘り強くやってるんですよね。で、もうそろそろあんなんやめたらとかね、そんなことやってもしょうがないよって言われても、やっぱやるんですよね。で、そこで私こういうふうに思うんですよ。山本太郎さんは確かにね、多くの人が声をかけるように少数政党がね、たった一人でたった二人で抵抗しても、それは全体の数に考えたらかなわないわけなんですよ。だから牛歩だろうがプラカード上げだろうがダイビングだろうがやるだけ無駄かもしれないと。でもやらなければ、じゃあ道が開けるのかってことなんですよ。やらなければもっと加速度的に危ないことっていうのがどんどん決まってしまうと。なりふり構わずに抵抗するからこそ、あ、本気で歯向かってくるやつがいるなっていうふうなプレッシャーを与えることができて、もしかしたらね、インチキな国民を不幸にどん底に陥れるような法案が、本当はね、10本20本で通るところを、もしかしたら少しでも減らせるかもしれないし、その法案が通るペースを鈍らせることができるかもしれないと。そうやって食い止めてるうちに、れいわ新選組のファンが増えて、国会議員が、れいわ新選組の議席が増えて、そして他の野党も同調する人が増えてっていう風になるのを待ってるんじゃないかなと思うんですよ。本当に粘り強く一人で無理やり閉まりそうな扉をね、こうやってグーッと押さえて閉めさせないぞみたいな感じで根性を出して踏ん張ってる姿が私の目には浮かびますね。そしてその扉を押さえてる仲間が2人になり5人になり8人になり、そしてこれからも増えていくんだろうなと。そしていつか押し返して、今まで邪道だと言われていた令和新選組山本太郎の考えが王道になる日が近づいてるんじゃないかなと思います。まあそんな時にね、もしかして私もそこに協力できれば、まあこれは感謝の極みかなと思いますね。喜びの極みかなと思いますね。さあ今はね、動画をこうやって作ってるところですけども、あのおかげさまで吉田さんも感じると思いますけども、これだけね、毎日しつこくしつこく山本太郎さんの動画を更新しても、ずっと見てくださって更新してくださる方がいるんですよ。きっと山本太郎、そして令和新選組の動画編集チャンネルってのはいくつもあると思いますけども、ここまでね、粘り強く、まあ言ってみればしつこく更新を繰り返す、そんなアカウントはないはずです。しかもこうやってね、顔立ちでゴーンと、どちらかというと吉谷さんと私がね、なんか山本太郎さん以上にその方たちの目には触れてるかもしれないですね。はい、大変失礼しました。いってらっしゃい。